そうなんだよね。やっぱり結局ね。まあ、やはりゴッドなわけと、ということになりますから。どうもジャムヤです。今日もバーサスレート世界一の解説をやっていこうと思います。じゃあ見ていきましょう。さーて、いつも通りの引き続きのテトリス戦です。この妻は DT4 を組みに行きますね。それに対して相手も DT4 を組みに行く。若干ちょっと組むの遅れてしまったが、搭載外して、もっと危なかった。今はちょっと競り上がりそうだったけど、ギリギリ間に合ってましたね。さあ、若干、ちょっと、遅れてはいるが、まあ、順調に掘っていって、相手が T スピントリプルタワー、TSC タワーですね、火力3ため。さあ、総裁外してテトリスですけども、相手が、バックトゥバック付きの攻撃を振ってきたんで、一番下に穴バラが来ました。だが、その前に直通があるんで、まあ、これは掘れますでしょう。ただ、今もそうですね。今も、BTB 付きなしの攻撃が合わさったんで、もう一回穴バラ来たけど、順当に掘っていって、テトリス掘りにしていく。それを、総裁が外せなかったが、T スピンダブルで総裁当たる。相手もそうですね。バックバック突きなしのポイで操作やってたんで、一番下に穴バラが来たが、まあ全然問題はないですね。さあ、エスミノミスってしまったが、しっかりエスミノでリカバリして、LJ イリュージョン。からテトリスね。テトリス、テトリス。2ライン消しから、さあ相手を置きミスしている。そこに2ライン消して、地味なポイが刺さっていった。まあちょっとね、致命傷の置きミスだったんで、2ライン消しでそのまま、刺さっていきました。さあ、最強なんだよとしっかりアピールしていき、引き続き、2戦目。DT4 で、相手が開幕 TSC ですね。さあ、TSC パフェは、ないか。このね、形ってね、TSC パフェ、TSD か。TSD パフェありやすい形なんで、ちょっとそこだけ、DT4 を使う人としては警戒しなきゃダメなところの一つです。さあ、相手、エスミノのミスしたが、エスミノを入れて、しっかり、テトリスではないが、3ライン消してリカバリー。しかし、それをしっかり、操作やとして、おーっと間に合う。TSP ダブル、カズくん間に合ったが、ダブル消しで、総裁が間に合わずに刺さっていく。さあ、しっかり、まあ、総裁外しのプレッシャーもあったと思うし、まあ、順調に火力を食って刺しに行ったっていうのもありますね。カズくんもでもよく今の TSD 間に合わせました。相手の、耐久の間に合わせた T スピンダブルも非常に素晴らしかった。さあ、T ミノをキミスしてしまって、だが、まあ、穴的にはそこまで悪くないんで、まあ、まだ掘れる。といったところではあるが、ちょっと不利なのには変わりはない。変わりはない。神々。しかし相手も置き水してるんで、どうだこれ。アイミノの上にちょっと穴が来ているのが気になるが、しっかりテトリス掘りにして、さあ、再び相手、かなり置き水で辛そうにしてるが、アイミノと掘っていって、一応まだ掘れそうです。D ミノ。しかし、ちょっと、質問が噛み合ってないような感じがあって、いまいち掘りづらそうにはしているが、こちらも言うてそこまで火力が出せていないので、5連止まりの連。そうなると、普通に掘り切られそうだが、こちらも無難に行ってます。無難に掘りながら、余裕を持ったら相手に火力を送っていくスタイルですね、これは。さあ、エルミノを救出してしまった。さあ、どうだ。なんとか、地形整えて、エスミノからジェミの回転入れ、エルミノ。さあ、TSP シングルで、じゃない、ミニで、バックトゥーバックをつけて、さあ、これ、穴バラじゃなくて、直列が来ているんで問題なさそう。しかし、かなり釣り上がった。テトリスと超健康。これはまあ、穴バラ受けたくないんで、2ラインで総体当てて、しかし、ここで、穴バラ、てか、総体当てざるを得ない形になってしまいました。これも総裁当てざるを得ない形になって今穴バラ来た。さらにまたちょっと総裁当たったんで、再び穴バラっぽい形が来ました。これがどん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 重なっていくと、掘りづらくなっていくんで、ちょっと気をつけていきたいところ。さあ、T スピンダブルから。掘り連を見て、アイミノ、ジェミノ、T ミノ、S ミノ、アイミノまでかな。しっかり掘っていって、エルミノまでは繋げず。一応エルミノまでの8連までは繋げることはできたけど、そこまではさすがに繋げずに、テトリスからテトリス。相手もテトリス、穴がいいんで、まだまだ続きそうな形。相手は、Z ミノまで掘ってって、これ TD アタックなんですね。T スピントリプルから、T スピンダブルの形。だがしかし、こちらも地形がいいんで、T スピンダブルテトリスから、ダブルミナー、ダブルミナー、シンメトリパワーまで掘っていく。さあ、どうだこれは。こちらも再び穴がいいんで、テトリス、テトリス。そこに相手が、オキミスのジェミのかなり辛い。さあ、そこにさらにエスミノのオキミスが重なって、ティスピンダブルから、テトリスのまとめちが刺さっていく。さらにエスミノをミスってしまって、もう、致命傷の致命傷の、チメチメのチメチメのチメ。で、ストレートで勝っていく。
さあ、これはまあ、かなりこちら穴が良かったのに対して相手を置き水したんでね。まあ、どんどん火力を送って刺しに行ったといった感じですね。まあ、止め打ちしなくても、まあ、かなり、置き水がもう連発してたんでね。ああいうのは、焦らずに、しっかりまあ、順当に火力を送れば刺さる場面なんで、焦らないことが重要になります。では、もう一つ見ていきましょう。この妻も DT 砲じゃないかな。開幕 TST か DT 砲だけど、まあ自分は DT 砲の方が好きなんで DT 砲を組みに行く。それに対して相手は開幕パフェ組で、パフェを取られるが、これは直通、まあ穴が直列できているんで、むしろ有利ではあります。さあ、無難に、T スピンは組まずに、ちょっと T ミノが遠かったんで、一回削ってからテトリスする形で T スピンの先を見、二連発テトリスってから T スピンシングルで、さらに、これは穴がいいんで、相対外し、からテトリスで、相手がそれに対してかなり穴割れてるんで、かなり有利なのを生かしつつ、T スピンダブルからテトリスまとめ打ち。さあ、強烈。間に合ったか ?J ミノ間に合って、どうだ ?S ミノ、D ミノ置いて、L ミノが、消してしまうと致命判定になってしまいますね。T ミノをもう一つ左側に置いて、アイミノの3ライン消しができていれば、まだカズ君側耐えられるルートもありそうです。しかし、そこまでまあ、ちょっとさすがに丈夫なんでね、判断難しいんで、2ライン消ししてしまって、こちらの火力に間に合わずに刺されていた。さあ、これは無難に掘りで、Z ミノ、S ミノ、J ミノまで、できれば相手の火力利用したかったけども、ちょっと利用できなかった。さあ、T スピン作ってて、相手がもう超火力ですね。さらに先読みで T スピン、キングクリムゾンの体勢だったけど、T スピントリプルだったけど、T スピンダブルで妥協した。まあ、ちょっと無難に操作やってたかった感じで、こっちはちょっと置き水してしまう。間に合うか?あー、間に合わなかったか。T スピン間に合わせたかったけども、相手の火力の方が速くて T スピンが間に合わずに、しっかり刺さっていく。しっかり、刺さりに行った。さあ、これも DT4、DT4 組みに行く。相手も DT4 組みに行く。さあ、若干置き水してるが、おっと、どうなんだ?エルミノを置いて、ディスピンダブル。それを見て、こちら、レン組みに行った。がー、エスミノを置き水してしまった。ちょっともったいないですね、これは。さあ、しかし、まあ、一応、組み切ってはいるんで、アイミノ、アイミノまでのホリレンドルと、それに対して相手が、これまでのホリレンドルと、地形的にはこっちの方がちょっと辛いかな。まとめされて、ちょっと危ないが、なんとかなっていく。さあ、そこに相手がティミノを置き水して、T スピンシングルから、ホリレンダがあまり繋がらず、さあ、アイミノ、エルミノ、J ミノ、アイミノ、エルミノまでのホリレンダと、で、T スピンダブル作りに行って、お互い地形は結構余裕ありそうだと思いきや、こちら T ミノも置き水してしまう。なんで、ホリレンでしっかり4連までで相対当てつつ、追っていく。さあ、これも、一回、まあ、ダブルミラーで相手に穴バラを送りましたね。この穴バラが結構、まあ、後々に影響するかなと思ったけども、まあ、そこまで影響しなそうかな、これは。さあ、相手エルミノの置き水したところに対し、2連発セットいつ穴が良かったんで、まとめ位置して、それが、かなり相手の地形を競り上げたが、どうだ。STSD を組みに行って、強気に積んでから、2回分 T スピンダブル送る。テトリスって、T スピンダブル組んで、穴がかなり直列できているんで、これはうまく利用すれば有利取れるかなと思ってるけど、まあ、相手も結構余裕があるんで、そうでもなさそうだ。さあ、超健康どんどん打ってって、さあ、T スピントリプル。T スピントリプルだけど、ちょっと、そうですね。右側埋めるミノがあまりないので、妥協しましたね。で、Z ミノで先読みで、T スピンシングルにしといて、再び TSD テトリスまとめ1体で、さあ、ここで穴バラが来る。ダブル消しでちょっと操作に回っていると、どんどん穴バラのループが発生するんで、ここら辺でちょっと早めに解消したいところですね。Dスピンダブルから先読みと言ってるけど、ここで操作外していくが、結構今の攻撃が穴バラになりました。なんで、無難に操作やってて、Dスピンダブル。じゃないテトリスで、ここでティスピンダブルで、掘りで、J ミノ、Z ミノかな。それに対して相手はテトリスからの、一回削って、地形に余裕を持たせてから、ティスピンダブル。さあ、これは長引きそうだぞ。二ライン消し。もう相手操作やってる。まあ今のはね、操作やってないと、
多分穴まらに行くんですよ。それのためにおそらくこうやったんでしょう。さあ、地形的には有利だと思うけども、まだまだこれぐらいに有利不利はテトリスは全然覆されるんで、しっかり油断せずに行きたいところ。さあ、追撃の操作やですね、テトリスから2連消し、からセーフピン取り込めて、しっかり火力を出してはいるけども、総裁外されてテトリス。だがしかしこちらもテトリスで総裁当てる。さあテトリス送って、相手がかなり地形辛そうなところに、先読みうまいですね。先読みしといてテトリス、アイミノで散乱消し、ミネラル補給。さあギリギリ間に合った。だがしかし、この LJ 以上が刺さっていく。さあ、これはうまく、火力が刺さっていったって感じですかね。ちょっと、ティスピンまで間に合えば、まだ、カズ君側が、耐えられそうではあったけど、それが間に合わせない、火力でした。さあ、TSD テトリスまとめ1対1。それに対して相手は間髪入れずに火力を送っている。ちょっとしょぼれんで、相手に穴バラを送る体勢の構えだが、総裁外しで、これは穴バラじゃなくて、直列美味しい。さあ、その直列をうまく活かしていきたいところだが。さあ、積んで積んでまとめ1対1、総裁外し。から、テトリスから、ティスピンダブルでまとめ1で。さあ、こちらの地形より、しっかりこれを活かして、強気に外して、ティスピンダブルから、テトリスで、ポリレンで、ジェミノ、エルミノ、エスミノ、ティミノ、ゼミノ、アイノ、よっしゃーでね、まあ、生放送見てた人にはわかる、神回の試合ですね、これは。今、気づきました。この試合始まって直列来た時に気づきましたね。まあ、これは、神回の、まあ、生放送本当に、さっきも言ったけど、見てた人にわかるだけの、試合でしたね。確か、これは、21対28で、俺が負けてるところに対して、まあ、大逆転勝利。結果的には30対29っていうね、まあ、アーカイブも残ってるんでね、多分探せばあると思います。自分の動画の中に。っていう試合なんで、ちょっと盛り上がってしまいました。はい。まあ、というわけでね、まあ、直列をうまく、利用した、総裁外しで、最終的にはホリレンで刺しに行きましたね。やっぱり直列が来た分、まあ、有利なんで、できるだけ積んで積んで、総裁外しで一気に火力を送って、さらに、掘り入れの貫き方も良かったですね。しっかり歩みのまでの散乱消しまで掘れるルートで刺していったんで、まあ、内容的には完璧じゃないですかね。はい、どうもこんな感じで今日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録の方と、評価の方もぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。